存のスキームの中で対応可能だと考えていらっしゃるのか、それとも、まあ、新たに。それでは社長の広瀬からご説明を申し上げます。金融商品の順番というのは、その少しかしとも先ほど来申し上げているように、これから本格化する廃炉につきましても、私から今後の厳しい経営環境でも広連族の経営改革を断行し、収益向上とコスト削減でしっかりと利益を創出することで、国民の皆様にご負担をおかけすることなく、廃炉費用を捻出していく覚悟だというふうに申し上げておるところでございます。これからそのまあいろんな状況の変化によっては、まあ上振れすることも下振れすることもあるんだと思いますけれども、そうした時のその上振れた場合の対策として何か考えておいていただかないと、我々が今後ずっと廃炉を担っていくということが、もちろん何かあったらば我々が担えなくなるということがありますので、それについてはしっかりとしたものを整えていただいて、我々がしっかりやっていくということだと思いますが、まずはとにかくお話し合いをさせていただきたいなというふうに思っておりますので、まあ最初からそういう話になるかどうか分かりませんが、まずは面会のお申し込みをしているところでございますので、まあいずれ実現ぜひしていただきたいと思いますし、まあそうした中で知事のお考え等々についてお聞きしていかなければいけないというふうに思っています。